カンベタメゾウから1947年1月31日は、日本の実業家、政治家、土木技師、県政会、立憲民政党所属の衆議院議員、相模国講座氷元郷村で、池亀五兵の次男として生まれ、カンベマスの養子となる。海軍経理となり、横須賀陳樹不在勤、さらに練習官、立山乗組となる。 1889年7月、神奈川県庁に展示道県議主に任官し、佐古川の増水波堤改築工事に従事。1902年10月、北海道庁議主に展示、1906年1月まで在任した。その後、上川郡高嶋畑地下組で牧畜業を経営し、さらに土木建築受け負い業を行う。滝川町会議員、 北海道会議員、滝川公産取締役、新突川酒造取締役、大正製薬社長、滝川市場社長、空地管内地主連合会長、空地畜産組合顧問などを務めた。1923年の衆議院補欠選挙では辞典となったが、 翌1924年5月の第15回衆議院議員総選挙で北海道第7区から県政会所属で出馬し当選。以後、第17回総選挙まで連続3回の当選を果たした。1932年に行われた第18回衆議院議員総選挙で落選し、政界から一度は引退するものの、1935年に滝川町長に就任。 1938年には、北海道人造石油滝川工場を誘致するため、手腕を振るい、短期間に用地買収を行った。ありがとうございます。